こんにちは。グノーシア、続きをプレイしますね。まあエンジニアでなんか確かめたいことがあるとか言ってたんですけど、まあちょっと無理そうなんで、普通に、守護天使で茂道を守りつつ、あ、これで茂道を守りつつ、ちょっとイベントを起こそうかな。ん？なんじゃこりゃ。ジョナスとステラかな。やはり紛れ込んでいたな。ここどこなんだよ。狂乱の宴ここに始まるり。ん？グノーシア汚染者への対処、いかがいたしましょうか。ステラってジョナスの部下なの？どう思う？ここで嘘に気づいたらウケるんだけどな。全て終わったら改めて祝杯をあげようじゃないか。ああ。じゃあ今回はジョナスと生き残ったらなんかイベントがあるってことなのかな。ステラ。一乗員として振る舞うがいい。船内環境だけは保持してもらいたい。なんかステラってなんかアンドロイドのような感じがするんだよな。でもそれだったらグノーシアに汚染はされないか。機械とかだったらね。あ、普通に始まるのね。で、まあ、茂道を守ろうと思ったんだけど、ジョナスとステラを守る感じになるのかな、今回は。エンジニアカモン。は？え？なんで？それ、人間宣言をしてもらおう。ステラは大丈夫。ジョナスがグノーシアなんじゃないのかこれ。ああ、嘘には気づいてない。誰なんだよ。宣言しなかったのはサーキが言わなかったかな。あれ？あれ？サーキ言った？ククルシカとレムなんか。とりあえず雑談しとくか。で、誰を疑うか。ラキオ。とりあえずククルシカとレムなんでしょ。ククルシカを疑っとくか。とコメットが助けてくれる。ククルシカとレムなんで、ね、が人間宣言をしなかった。なんで乙女になるんだ。なんで乙女なんか喋ったっけ。何も喋ってない気がするんだけどな。ククルシカとレムなんだろう。あ、ステラのイベントがある。うん。私はこの船で長くジョナス様にお仕えしてまいりました。あ、やっぱりそうなんだ。その経験から申し上げるのですが、ジョナス様がご機嫌でいらっしゃると大抵の場合良くないことが起きるのです。ルーアン星系でのグノーシア騒ぎで皆様をお助けした頃からです。
あの方が終始浮かれたご様子なのは、あ、じゃあジョナスがこのループするあのグノシアゲームの首謀者なの、もしかして。あの船の持ち主だしね、このジョナスが黒幕らしい。ステラはそれを疑っている。うん、あるいはすでにグノーシアに。ククルシカはじゃあどこでジョナス拾ってきたんだ。あ、でもククルシカって人間じゃないんだよね。なんかまあジョナスが要になってる感じがしますな。うん、あ、ステラのデータが、まあじゃあ一応ステラを守っ、いや、ジョナスを守っとくか。ジョナス、え？コメットが死亡。いい加減エンジニア出てくれよ。うわー、こいつか。ま、守っといてよかったかな。でもう一人いると。どちらか、なんかジョナスがグノーシアっぽいですね。ステラの言い分といい、今回ステラの言い分といい、あの冒頭の変なイベントといい、ジョナスがグノーシアっぽい。あれ、絶対に敵だが言えるんだが、どういうことなんだ。え、ね、ジョナスはサーキのことを人間だって報告してるんだね。サーキは私のことを人間だって報告してるんだ。つまりジョナスがさ、これは配慮法ですよ。ジョナスが今回、あれ、今回 AC 主義者とバグがいないでしょ。だからもしジョナスが本物のドクターだと、あ、本物のエンジニアだと仮定すると、サーキが人間ってことになるでしょ？そうすると、サーキが本物のエンジニアってことになるから、二人本物のエンジニアっていうことはないですよね。だから最初のジョナスが本物のエンジニアっていう、前提が間違ってるっていうことになって、つまりジョナスがグノーシアっていうことになるんですな。だからこの絶対に敵だが使えるんだよ。でも今回ちょっとジョナスはもうこれは完全にグノーシアなんですけど、あのここでちょっとジョナスに対、ジョナスと今回最後まで生き残んないといけないんだろう。どうすんだよ、どうすんだよ。わあ、待って、ジョナスとちょっと、もうちょっと生き残りたい。とりあえずジョナスには投票するなを使っとこう。うん、でもジョナスと、あ、ほら、前回のあのジナの時みたいにさ、ジョナスと最後の最後まで、ジョナスはグノーシアだけど最後まで生き残ったらイベントがあるのかもしらん。わあ、まずいっすねこれは。まずいこれは。うわー、これはまずいな。ククルシカだよ、ククルシカ。あ、レムナンでもいいよ。確かククルシカとレムナンがあの人間宣言しなかったからね。よしよしよし、これで一人
グノシアを葬ったかな。ドクターがいないんだよな。レベルアップしとくか。可愛げで、誰かに会いに行かないと。ステラ仲いいや。いないし。ジョナスか。何日持つかな。いや、まだ私絶対に敵だって言ってないんですけど、ジョナスがグノーシアだから、ジョナスは別に守んなくてもいいんだよね、これ。ですよね。だからここはステラを守るか。うーわ、これもうバカじゃないの？これさ、2人エンジニアがいる状況で、2人エンジニアがいる状況でさ、1人がグノーシアに襲われたらさ、もう1人は偽物だって言ってるようなもんじゃないですか。襲われた方が人間だったってことになるでしょ。だから残った方は確実にグノーシアって告白してるようなもんじゃないですか。バカなの。もう、ちょっとドクターに出てもらおうかな。ドクターに。乙女レムナンはグノーシアだった。あ、そうなんだ。そうするとあとグノーシア一人か。ジョナスで終わりじゃないか。ジョナスで終わりじゃないか。ちょっと待って、ジョナスちょっとね、まだ投票しないで。ジョナスまだ投票しないで。ちょっとジョナスと最後の2人まで生き残って、イベントを起こしたい。あれ、でもククルシカも確か、あれじゃなかったっけ？あれ、ククルシカもなんか人間宣言をしなかったよね。あー、まずい。ククルシカもう守りきれませんわ。守りきれないよ、ジョナス。はい、終わり。いやー、そうですわ。ですが、ジョナス様はやはり、嬉しそうだ。なんかこの人もなんかちょっと腹黒いところがありそうな気がする。あれ？わしがご主人様か。やっぱりジョナスか。ジョナス、レムナン、乙女が綺麗にグノーシアで、でまあ特に難しい面ではなかったですね。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。